当はお好きか。久秀、信長を逃がせ。だが、退路に陣取る敵が邪魔よな。信長さん、なおここにおらぬ味方は別の戦地で敵の追撃を食い止めております。ご愁傷さま。さて、ここから京に向かうには浅井領の近江を突っ切らねばならぬ。近江の豪族は当然織田の敵ばかりだ。次の奴らなら話が変わる。ご愁傷さま。耐えきれん、聞かせてもらう。ご愁傷さま。という強さよ、運命だ。Yeah!
悪は勝つ。様と戦えば貴様は織田の旧敵よ。だがここで信長様を救えば、賢い貴様ならばわかるだろう。うん、信長殿、京への道案内をいたそう。
草秀富。残りの者どももさっさと逃げるぞ。信長が死なぬなら有象無象はどうでもいい。固まって撤退すれば浅井の思うつぼ。分散して引いて敵の目も散らせ。開門。俺は浅井家家臣藤堂高虎。あんたら全員ここで果ててもらおう。お前を手柄にする。覚悟せよ。浅井の将大谷義経、織田追撃の命を受けた三人。
こう見事と言えましょう。ご愁傷様。障害を排除した。